時間になりました。はい、始めさせていただきます。皆さん、こんにちは。本日は町づくりボランティア人材バンク発表会にお越しくださいましてありがとうございます。私、人材バンク担当の石山です。よろしくお願いします。本日の発表なんですが、ラジオ番組の制作から見る取材や電子メディアの使い方ということで、メディアカウンセラーの岡野浩平さんと、あと学生さん、お二人に来ていただいております。今日3時30分までしっかり発表していただきますので、よろしくお願いします。岡野さん、お願いします。改めまして皆さん、こんにちは。メディアカウンセラーの岡野浩平と言います。よろしくお願いいたします。今日なんですけども、ラジオ番組制作から見る取材や電子メディアの使い方ということで、まあ、今最近ね、まあ、ちょっと前ですかね、某、まあ、お寿司のお店でちょっとね、こう、不適切な、まあ、そういった映像が流れたりとか、もう本当に今の時代の子たちっていうのは、まあ、あと皆さんもそうですけど、多分 SNS とか、あとはそういったものと、こう触れ合う機会というのが多いと思います。もしかしたら取材っていうところはもしかしたらあまり馴染みもないし、あまり関係ないかなっていうところも多いかもしれないんですけども、まあ、人との関わり方だったりとか、インタビューの仕方だったりとか、そういったところと含めて、ぜひちょっと今日は発表させていただけたらなと思っておりますので、最後まで聞いていただければと思います。よろしくお願いいたします。私もちょっと90分っていうのは初めてなんで大学の講義じゃないですか、大体ね、90分でと、ちょっと緊張してるところはあるんですけども、よろしくお願いいたします。まず今日の流れなんですけども、ちょっともしちっちゃかったらごめんなさいね発表していきますので、まずちょっと私の、まあ、過去の経歴だったりとか、どんなことをしてるかっていうことをちょっと発表させてもらおうかなと思ってます。で、まあ、ちょっと活動、ラジオ番組制作してるっていうけど、実際にどんな感じでやってるのかなとかっていうのを紹介させてもらったなと思ってます。後半はですね、今もう僕よりも緊張しているですね、高校生があっこに2人いるんですけど、あの子たちと一緒にですね、こう約2年弱ですね、実際にラジオ番組の中で、まあ、SNS とかネットについてどうやって気をつけたらいいのかなとか、ね、保護者とのこう やりとりの中でどういうことが気をつけた方がいいのかなとか、そういったものを全部、ラジオ番組として発表してきました。で、実際に取材にも行ってきましたし、割と、フェニックスホールありますよね。あ、ここで国際会議のですね、すごい偉い人たちが集まっているところにインタビュー行ったりとかですね、いろんな発表をしてくれています。まあ、そういったことも含めて、ちょっといろいろとお話しさせていただければなと思っています。で、最後はちょっと時間が余りましたら、ちょっと皆さんからの質問コーナーということで、まあ、普段は、小学校とか、まあ、実際に小、中、高、専門学校も行きますけども、実際に SNS の使い方だったりとか、まあ、今ギガスクール構想って聞いたことある人いますか？いない。そうですね。大丈夫ですよ。ギガスクール構想って今簡単に言ったら、こういった、まあ、ここに今ありますけど、iPad とかタブレット端末を小学校の1年生からも持つようになったんです。なので、もう今までは、この SNS のこの、こう、講座をする、まあ、人たちの中で言えば、昔はですね、あんなもん禁止しとけええんやんとか言ってたんです。なんですけど、もう今、小学校1年生から学校でもう取り扱うようになったので、もう切っては切り離せないんです。なので、まあ、ちょっと新しいそういう教育の形として今活動していくことだったりとか、最後話をしていこうと思いますので、まあ、それを聞いた上でですね、やっぱりわからんなってところはですね、ぜひ質問とかしていただけたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。じゃあまずは最初の自己紹介です。私、岡野浩平と言います。ちょっと簡単になるんですけども、いつも子供たちに見せているのがこういう絵でですね、ちょっとちっちゃいかもしれないんですけども、まあ、大学でラジオ番組をずっとやってきてですね、まあ、2014年の皆さんも、まあ、ご存知だと思うんですけども、8月にね、梅林とか、あとは八木地区の方で土砂災害がありましたよね。あの時に私も現場にいたんです。で、そういった経験があってですね、あと紹介するんですけども、まあいろいろ経験があって、ちょっとこう教育学の方に、ちょっとカウンセリングとか、ああいうのを勉強しようと思って、まあ、大学院を進学して、今こうやって高校生と一緒にいろいろとやっているという、簡単な経歴を紹介させていただければなと思っています。メディアカウンセラーと紹介もいただいたんですけども、一応公的な話でいくとですね、社会教育士という、
まあ、社会教育主事さんっていうのがいて、公民館とかの館長さんとかもそうなんですけども、そういった資格の民間資格になるんですが、一応そういったもので、例えば公民館でどうやっていったらこう活動が盛り上がっていくかとか、じゃ実際に今、活動をサークルの中でやってるんだけど、じゃあ若い人を取り込むためにどうしたらいいのかとか、そういった計画なんかを一緒に相談して作っていったりとか、あとは評価をしたりとか、やるだけではなくてですね、これが効果的にやっていくにはどうなるのかっていうところも含めて、相談だったりとか、アドバイスをしたりするっていうのが活動の、まあ、一つになっています。なので、一応ですね、皆さんが、このメディアカウンセラーって変な人かなとかで思われちゃいけないので、で中学校のですね、社会科の免許を持っていて、ちゃんと教育実習でですね、子供たちの前で授業を何回かちゃんとしたことがあります。なので、そういったものもありますし、まあ、SIA っていうところがあってですね、まあ、ネットセーフティーの、やっぱりそういったインストラクターの資格も持っています。で、広島市で言ったら電子メディア協議会っていうところがあるんですけども、まあ、そこがですね、まあ、実際に出前授業だったりとかをするんですけども、そこの一応幹事としてですね、ちょっとこう授業を新しい形にするためにどうしたらいいかっていうことで、ちょっと任命を受けまして、今そういった形で授業をやったりしています。で、あとはまあ実際にですね、この番組、リンクトゥライフという番組なんですけども、後で経緯とか、なんで立ち上がったかっていうところを紹介させていただくんですけども、そこの一応番組プロデューサーとしても動いています。という形でちょっといろいろやっておりますので、ぜひなんかありましたら、まあ、Twitter とか最近 SNS もやらないと若い人たちには、ね、こう遅れてしまいますのでやってるんですけど、はい、ちょっともしありましたら、機会がありましたら、調べていただければなと思っております。で、こんな形で、まあ、2013年からですね、まあ、広島経済大学の出身でですね、実際に授業とか、あとはコミュニティの、プロジェクトのリーダーをしたりとか、あとは学校で最近発達障害っていう、まあ、ADHD だったりとか、ASD とか、まあ、自閉症スペクトラムっていうんですけども、あとは学習障害とかね、あるんですけども、そういった子たちに対して、まあ、授業の中に入っていてですね、ちょっと計算のやり方が分かんないとか、そういった授業のお手伝いなんかをさせていただく経験もありました。で、大学院の方ではそういった人たちの、まあ、キャリアの試験を実際に研究をしていったりとか、あとはですね、まあ、皆さんもご存知かなというところでいけば、まあ、療育センターとかの、まあ、心理のサポーターとしてカウンセラーをしたりとか、今はこういった形で今日は発表させていただいているという感じでございます。で、一応ですね、私も、今回、こう、声をかけていただいてですね、本を一部ではあるんですけども、書かせていただいたので、もし、もうカウンセリングとか、最近の子供たちの関わり方どうしたらいいのかなっていうことがありましたら、ぜひ、調べていただけたらいいなと思って、一応紹介させていただきます。で、先ほどからちょっとラジオ番組ってやってるんですけど、ただ聞いたことない。HFM とかね、広島 FM とか RCC の大きな局ではなくて、いわゆるコミュニティ FM という、FM の、形になるんですけども、FM ハムスターというところが、安佐南区の、ちょうど広島経済大学のところにありまして、そこで、ずっと私番組をしています。こんな感じでですね、FM ハムスター自体がですね、ちょっと変わっててですね、コミュニティ FM なんですけども、まあ、メンバーがですね、学生という、あとは僕学生の OB なんですけども、そういった形で、ちょっと変わってますよね。24時間じゃなくて、朝の9時から6時っていう、もう学生が活動できる範囲だけ、みたいな、っていう形でですね、収録とかやって、ね、あと生放送なんかも、1日2回なんですけども、やったりしていますので、もし、安佐南区で、行かれる際がありましたら、ぜひ、79.0 に合わせていただいて、ちょっと聞いていただけたら嬉しいな、なんて思いながら、紹介させていただきます。そこでですね、私の方のリンクトゥライフという番組をさせていただいていて、まあ、昨今のいろいろな事情がありまして、まあ、ラジオ番組だけだとですね、なかなか聞いてもらえないエリアも多いということで、YouTube の方でもですね、リンクトゥライフという調べていただくと、先ほども検索結果を見たら、ちゃんと動画が載っておりましたので、もし過去の放送とか聞いて、いただけるというのであれば、調べていただければと思います。一応番組の中なんですけども、実際に僕とか、あとはゲストの方とかと一緒にトークをしてですね、まあ教育とか、あと子育てとか、人間関係の悩みみたいなところについて、ちょっとまあ話をしたりとか、あとはまあちょっと最近キャリア教育
進路指導って言った方がもしかしたら馴染みがあるかなとは思うんですけども、まあそういったところのですね、話を聞いてですね、まあいろんな働き方あるので、こんな働き方もあるよっていうことを、まあ中高生に紹介していくような番組をさせていただいています。もともとのですね、きっかけがですね、僕、どの講座で、講座というか発表会でも紹介させていただくんですけども、2012年ですかね、11年か、私の同級生に当たるんですけども、僕、総督高校出身で、飲酒運転をしていた車にですね、跳ねられて、亡くなる、同級生が亡くなったんです。で、その時にですね、僕も、実行委員長として、こう、命の大切さみたいなものを、こう、発表していきたいというか、こう、いろいろと、二度とこういう理不尽な事故とか、事件とか、そういったものがなくなってほしいなっていう思いを込めてですね、まあ、リンクトゥーライフという、まあ、命をつなぐっていう意味で、命をつなぐ思いというのをやっていて、まあ、この自転車見ていただいたらわかると思うんですけども、もう本当一瞬だったと思うんです。もうなんかこういう、本当に、僕は実際に同級生ではあったんですけども、1000人ぐらいいてですね、実際にクラスメイトではなかったんですけども、ちょうど担任の先生がですね、同じ自転車部の、いわゆる顧問の先生で、いわゆる昔の生徒指導スタイルの、竹刀を持ってですね、走り回ってですね、何やっとんやって言っとった、そんな先生でさえ、この事故があってから、本当にもうなんか、普段の授業もなんかすっごい静かになるし、なんかこう、日に日にこう裁判とかもあるんです。それで、まあ出廷とかするんですけども、まあそういった話で、まあ、過去と向き合わなきゃいけない。その時にこう、ずっと、なんかこう、苦しいというか、そういう姿を見てきたので、この事件とか事故とか、そういうものをなくなってほしいな。で、こういろんな人が繋がっていく、こう、素敵なね、世界がね、広がっていけばいいなと思って、この番組を続けているんですけども、一応毎回これを紹介させていただいていて、で、浅南区の方だったんですけども、いや、本当にこう、それまでは全然、僕もなんか飲酒運転の事故って、なんか、そんなに、イメージないなとか、なんか、どっかこう、違う世界のことだと思ってたんですけども、なんかこう見ていて、一気にこう、同級生が、こう、身近な人がってなった時に、ちょっと改めて、こう、こういう話を、まあ、楽しい話とか、いろんな話をさせていただく機会が多いんですけども、まあ、本当に SNS でも最近、こう、誹謗中傷とかで命をなくしてしまうっていう人たちも、若者も多い中で、まあ、そういった世界がなくなればいいなっていうことを思ってちょっとこうずっと番組を細長くやっているというそんな感じでございます。で、2014年の時にもですね、そう、まあ、転機がありまして、これちょうど中国新聞のオピニオンっていう、だから当時、最年少だったらしいんですけど、19歳でこの経済とか、そういったもののなんか、だいぶね、偉い人たちが出てくる中の、まあ、その中で、僕も出させていただいたんですけども、本当に災害のことをですね、まあ、ここには一言に被災の原点ということで書いてあるんですけども、まあ、実際に本当に70名以上の、ね、方が亡くなられてっていうことで、まあ、そういったことから、本当に一言にせずに自分事としてこういろんなことを伝えていこうっていうのが僕の中のポリシーではあります。で、実際にこう、YouTube の方でも、いろいろな方にこう取り上げていただいて、まあ、僕は、どっちかというと、なんか、いわゆるテレビ局とかラジオ局の方みたいにですね、どうですかって言って聞くスタイルではなくて、一緒に活動していくっていうのが、まあ僕の中でのポリシーで、まあこれ見ていただければわかると思うんですけど、同じ作業服を着てですね、実際に作業して、その休憩中にちょっと聞いてみたりとか、で、その後にちょっといろいろと、まあ今 SNS の、この時は2014年でしたけど、まあそこの時からまあ SNS を使ったりとか、いろんなことを活用しながら、情報発信をしていきました。まあ、番組の流れなんですけども、実際にまあ企画して、取材して、編集を振り返っていくんですけども、まあ、一応ですね、企画の時からですね、中高生、今回の、この後喋っていただく二人にはですね、あんまり言ってなかったんですけども、まあ、実際に、子育て中の保護者の方であったりとか、まあ、進路で悩んでいる中高生に向けて、こう、ターゲットを決めて、まあ、いろんな番組の企画をしたりとかですね、あとはそういったゲストを呼んだりとかしてきました。で、取材なんですけども、皆さん取材って言ったらどんなイメージがありますか？なんかこう、もう実際に赴いて、こう、
やるイメージが大きいと思うんですけども、私の場合はですね、まあコロナの時代もあってですね、もう実際に行くこと自体がちょっと難しかったこともあるんです。なので、まあ実際にオンラインの方で、まあ今、ズームって聞いたことあります。ズーム使ったことある人。あ、よかった。ズームっていうのがあってですね、オンラインツールがあるんです。まあ簡単に言ったらビデオ通話みたいな形ですね。あるんですけども、そういった技術も使いながら、できる範囲で。収録なんかもしてきました。で、編集振り返り、実は、この番組、ぜひ、YouTube の方でも見ていただきたいんですけども、必ず収録した後に、振り返りを、高校生と一緒にやるんです。で、その時にですね、必ず、適当にですね、今日どうだったとかで適当に最初聞くんですけど、必ず、僕の中では、これは、子育てにも結構通用するので、聞いていただけたらと思うんですけども、振り返りっていうのがすごく今重要とされていてですね、特に即時フィードバックって言って、結構、僕もね、いろんなところで活動してたので、いいこと、悪いことはその場ですぐバッて言ってですね、あんたダメよとかって言うんですけど、いいことってなかなか褒めづらいじゃないですか。ね。そういう時にですね、これって教育の世界でもですね、即時フィードバックって言って、実際に何かいいことを子どもたちがした時にですね、あ、それってこういうことでよかったよっていうことを褒めてあげると、その行動が強化されるってことがあってですね、実際に、まあ、僕もですね、収録を終わった後にすぐに高校生に、こういうところがよかったよとか、これよかったねとかっていうことをしたりしています。あとそれがですね、実際に PBIS とかでちょっと難しいので、これは横文字なんだなって思って聞いていただければと思うんですけども、あとは、クラーク県国際高等学校この後、対談で高校生喋ってもらうんですけども、ピアサポート活動の方もですね、いわゆる、まあ、ピアっていうので、友達同士とかっていう意味でもあるんですけども、でピアサポート活動なんかも含めながらですね、ちょっと、まあ、取材とか、こう、子育て、いわゆる、こう、ラジオ番組の収録ではあるんだけども、教育的な活動として、こう、うまく回せるようにですね、こう、作っているっていうのが、私のこの使い方かなと思っております。まあ、実際にですね、どんな人に取材してきたかっていうと、この方、ご存知の方いらっしゃいます？福本哲郎さん、なかなか、一人いらっしゃいました。いわゆるですね、トライアスロンって言って、知ってますかね、泳いだりとかですね、走ったりとかですね、あと自転車でですね、こう走ったりとかするんですけども、その3種の競技をもうこうやってですね、世界一を決めるんですけども、この前のアブタビというところでですね、世界大会が行われてですね、この方世界3位なんです。でたまたま知っていたのでですね、取材したりとかですね、これ何でやったかというと、さっきのズームなんですけども、いわゆるこうね、横でズームでやったりとかやっております。あとはですね、高校生と一緒にですね、この、明らかにもう海外の方だな、みたいな左側ね。この人絶対この、ちょっと白ひげのおじさん、絶対海外の方だよな、みたいな方とですね、こう取材をしたりとか、あとは最近盛り上がってますけども、広島ドラゴンフライズありますね、バスケットボールありますけども、の、実行委員ですね、準備したりとかですね、あとはそういったところにも取材に行ったりとか、実際にまあ、ここ一番下はキャンパスなんですけども、そういったキャンパスの方で収録をしたりとか、割となんかラジオの収録って聞くとなんかすごいこうなんかね、いっぱい物が置いてそうなイメージあるんですけど、そんなにないでしょ。なので気軽に始められるっていうのが、まあ、YouTube とか他のものもありますけども、他の媒体に比べてこうやりやすいっていうのも、まあ、ラジオの魅力かなっていうところが一つあります。で、こういうことで、まあ、今日の本題に入っていくんですけども、取材や電子メディアの使い方ということで、ちょっと話をしていけたらなと思うんですけども、まず取材の一つとして、私が大切にしていることなんですけども、非日常ではなくて、日常を取り上げる。これが一番大切かなと思っています。まあ、それを思ったのがですね、先ほどの、まあ、画像がありましたけども、ちょっと拡大してみました。土砂災害の時にですね、まあ、臨時放送、まあ、いろんなところが局がですね、まあ、普段の番組を抑えてですね、実際に、まあ、臨時の放送をするために、こう、いろんな各局がですね、赴くんですけども、その時にですね、僕が目にしたのが、まあ、子供たちにこう、取材をしてる、こうやって、今日どうだったみたいな。今日どうだったって言われても、どうです皆さん、今、8月が。ちょっと20日に戻ってみましょうか。で、災害があって、今不安だ。で、外には車があってですね、救援とか、あとはそういった
ね、土砂をかき出すような、そういった車がこうグラウンドに並んでてですね、子供たちが遊ぶ公園もなんか全部その車とか、あとグラウンドも全部その並んでて、もう子供たちが遊べるところって言ったら、もう体育館の横のなんかちっちゃな広場だけみたいな。そんなところでですね、最近どう元気にしてるみたいな。元気にしてるわけないだろうみたいな。で、特にですね、僕が気になったのがですね、まあ、保護者と、まあ、5歳ぐらいの男の子でしたかね。実際にですね、最近の生活どうとか言われてですね、僕が行ったのが9月に入る前、8月30ぐらいだったから10日間ぐらいもうあったんですけども、もうマイク見た瞬間にもう怖がってるんですよ。ね、そういうのをですね、見てですね、まあその後に、まあ実際にその震えてた男の子の、まあお姉ちゃんに当たるのかな、小学生の子がいてですね、まあ全然、まあマイクなんかも隠してですね、実際に最近どうって、なんかこう、大変なことあるっていうことを、こう、本当に車座になってですね、話してみたら、最近こう、毎日、自分たちは夏休みなのに、遊びたいのに、なんかマイクだけ向けられて、最近どうって。で、別になんか物くれるわけでもないし、なんかこう、そういったことを、楽しいことをね、提供してくれるわけでもないし、みたいな感じで、なんかすごくこう、非日常、まあ、確かに災害の報道大事なんですけども、でも子供たちにとって、じゃあその災害が大変だ大変だって、まあ、危険なところをお知らせするのは大事ですよ。大事なんですけども、じゃあそういう非日常ばっかりを取り上げていくことに、それは意味があるのかっていうところ、まあ、僕はちょっと違うかなと思っていて、まあ実際に、まあその後ですね、僕もその子供たちとですね、どんなことをやるとか、日常のことでどうやって発信しようかみたいなことをですね、話をしてですね、まあその後ですね、バイリン小学校の方では、その女の子がですね、バイリン新聞って言ってですね、こう、今日常でこういうことが起こってるよっていうことを新聞にしたりとか、まあ、そういったところについて、まあ、僕も、一緒にサポートしていたっていう経歴があります。なので、取材の仕方っていうと、本当に、結構こう、マイクを向けると、日常のことを喋りづらいとか、なんかこう、こう思われたらどうしようみたいなところがあったりすると思うんですけども、そこをなるべくなくすような、こう、対策をしたりとか、こう、取り組みをしたりとか、っていうところを、大切にしています。で、電子メディアの使い方なんですけども、電子メディアって言ってもいっぱい今ありますね。テレビ、ラジオも最初から始まって、まあ、最近はスマホでいろんな SNS って聞いたことある人、どのぐらいいらっしゃいますか？逆にちょっと SNS って聞かれて、ちょっと例えば子供に SNS って何って言われて、ちょっと説明しづらいなーっていう人、どのぐらいいらっしゃいますか？いいですよね、正直で。後ろの方が、このスライドの意味があるんで。大丈夫ですよ。SNS っていうのが、ソーシャルネットワーキングサービスって言ってですね、あるサイトに登録をして、こう、会員登録みたいなのをしてですね、まあ、その中の人たちだけでやり取りができる、まあ、サービスのことでですね、今、Twitter とかですね、Facebook とか Instagram とか、あと LINE とか、もしかしたら LINE が皆さんイメージあるかな、友達同士とか、連絡をするときに使う LINE とかね、TikTok とかあるんですけども、この SNS っていうのが、ここに書かれている通り、登録された利用者同士で交流できるサービスではあるんですけども、今、そのサービスを超えてですね、世界中で、拡散されてですね、皆さんがニュースで見るような、事件だったりとか、そういったちょっと、なんか見たらちょっと、なんかご飯行きたくなくなるわ、みたいな、そういったなんかこう事件とか起こりますよね。そういったことも含めて SNS って、最初は本当に限られたサービスだったんですけども、なんかもう日常化しちゃってるっていうところが、この SNS かなと思っております。で、個人が情報発信するって何っていうことで、これ結構授業とかでもやるんですけども、皆さん発信してもですね、受け取る人がいなかったら、もう、なくなるわけですよ。なんですけども、いわゆる発信をして、それを拡散したりとか、あとは、こんなことがあったらしいわよ、みたいな、その噂話も含めてですけども、誰かに共有することで、あ、そんなことがあったんだ。じゃあ、これ、なんか友達に教えてあげなきゃ。じゃあ、それを教えてあげなきゃって受け取って、それを拡散してっていう。これって、じゃあ、いつからなのかっていうと、僕はもう縄文時代の時からかなと思っているんです。これもう、
なんか僕が言ってるわけではなくて、いわゆる生物学的にっていうか話そういうところなんですけども、人ってもう自分の話と噂話で生きてるんですよ。もうこれって SNS が始まってから、その SNS の時だからこそなんか情報発信でああだこうだでっていうわけではなくて、もういわゆる縄文時代とか弥生時代とか、あえて昔の頃からこの人ってどういう人なんだろう、で、自分ってこういう人だから安全ですよっていうことで自分の話をしたりとか、あとはあの人って安全だよとか、あの人って危なそうだよとか、そういうことをですね、話をしながら、あまりにもなんかこうこの人って危なそうだなって思った人をですね、一斉にその、まあ、昔はですね、処刑をしたりとか、ね、例えばキリストとかもそうですよね、不明とかもそうですけども、この人は危ない人らしいよとか、これは宗教の中で、まあ、宗教あまり触れすぎるとあれかなとは思うんですけども、例えばこの宗教に反する人は処刑をします、昔は命を奪ってたわけですよ。なのでこう自分の話とですね、もう噂話をで生きているっていうのは、これ SNS の時代だからっていうわけではなくて、もう皆さんの、もう僕らも含めてですけども、もう人間の遺伝子としてもう組み込まれているというもので、だから若者が悪いっていう言い方もできるんですけど、もうそもそも人間がもう生まれ持ったところでもうこのもうね、いわゆる状態を持っているとで考えると、意外とこう納得できるところがあったりとか、あ、なんで情報あれだけね、なんか SNS 使わない人からすると、なんでなんかわざわざね、なんかこう例えば某お寿司屋さんのなんかこう動画をなんか人にこう振りまいて、なんか人いろんな人たちが嫌な思いをするのに、なんでばらまくんだろうっていう原理がここでわかりますね。この人危ないよって要は本人は発信をすることで、例えば俺はこの世の中で必要とされている人間だって言いたいわけですよ。例えば勉強がうまくいかなかったりとか、なんかこう普段の生活でうまくいかないから目立つことによって自分の存在意義を出しているわけですよ。で、じゃあそれを、まあ、隠してたら、もしかしたら悪い人もいたと思うんですけども、まあ、それを拡散するってことは、この人危ないですよ、こんなことやるやつ危ないよね、なんかお寿司に消毒液かけたりとかですね、そんな人がおったら嫌じゃないですか。自分がもし食べるもので消毒液があったとか嫌じゃないですか。だからこういう人危ないですよっていうので、これは拡散されたりとかっていうことで、もう SNS のっていうのはこのもう3ことというか、この一文でいろいろ説明できるというか、仕組みを知ってどうすればいいかっていうことをこう考えていけば、まあ、この電子メディアの使い方っていうのがどんどんこう分かっていくんじゃないかなと思うので、まあ、だからもう SNS って聞いたことないからなんか禁止しようとかですね、もうそれを言うのも簡単なんですけども、もう禁止するところで子どもたちってこっそりやりますよね。もうこっそりやるので、もうそれをうまくその存在意義をこう、例えばいい形でこの世の中に発信したりとか、いい形でこう、まあ、この人って大切な人だよとか、いい人だよっていうことを紹介している、そういう仕組みをこう、まあ、これからね、今日発表で話を聞いてくださる皆さんで考えていけたら、すごくSNS のこの新しい教育の取り組みっていうのができるのかなと思っております。なので、今、ギガスクールコースとか、今、自己調整学習で、今、教えるではなくてですね、まあ、ちょっとこの形も、ちょっとまた、教える形に近いんですけども、そういう形じゃなくて、これ、自分がこういうことを知りたいから、これについて勉強するってやったりとか、あとは、ギガスクールコース、まあ、このタブレットですよね、自分で調べて、自分が学びたいことについて、まあ、取り組んでいくっていう、そういうね、教育の形が、JA の時代になってきます。なので、禁止ではなくて、よりよく活用していくためにはどうしたらいいんだろうとか、あとはですね、まあ、情報モラル、昔は情報モラルって言ってたんです。モラルがないねとか、モラルがあるねって言って、こう、教育をしてたんですけども、いわゆるデジタルシティズンシップ、この後説明しますけども、そういった形にしていくとか、あと最近よく聞きません？このリスキリングっていう学び直しの話なんですけども、まあ、疎いからついていけないわっていう、終わっちゃうのも、まあ、できるはできるんですけども、じゃなくて、一緒に考えていく機会を、今日、高校生もいますので、なんか分からないことがあったら、ぜひ、簡単に聞いていただければと思います。
ちょっと2つね、難しいことが出てきたので、簡単に説明します。デジタルシティズンシップっていうのがあってですね、これはですね、若者が、効果的にですね、教育の能力を身につけるために、今簡単に言ったら、こういった SNS とか、こういったタブレットとか、そういったものを活用して、世の中にこう還元していく。そういったものを、信念だったりとかですね、ここに書いてあるんですけども、そういったテクノロジーをもたらす機会を考慮して、情報に基づいた選択ができるようになることを目的とするっていう、ちょっと難しいんですけどね。そういったものを、情報モラルでダメ、あれはダメ、これはダメっていうんじゃなくて、活用していくためにどういう能力が必要なんだろうっていうのを一緒に考えていく。そういうことが大事なんだよっていうことを、この文章から言ってるっていう形ですね。で、もう一個ですね、リスキリングっていうの。今はもう大学まで行ってですね、勉強してですね、そこで、就職したら、もうずっと働くっていうことはもうないんですよ。私もそうですけど。最初は経済を学んでたんですけども、経済だけだと足らないってことが分かって大学院に行って、教育のことを学んでですね、今の会社で働いてるんですけども、それだけだと足らないので、今例えば動画編集のやり方だったりとかですね、実際にマーケティングの勉強してみたりとかですね、そういったもので新しい職業、いろんなね、もう10年にもう1回、もうもしかしたら今の、特にね、今座ってる高校生とかね、時代と、もう一回会社に入ったらもう安泰っていう時代はもうなくなってきたわけで、そうなると、じゃあ何が必要かというと、こう学び続ける、そういった、能力が必要なのかなと。で、これは若者に限らずですね、私たちも、僕も含めて皆さんもそうですけども、本当に時代の変化に、今までは SNS 全くやってこなかったけど、今日 LINE やってみようかしら。で、LINE を、やるときにですね、私は分からないからいいわ、じゃなくて、時代の変化に、取り残さないために、いろんなところ、スキルとかね、変化に適応するための、スキルを獲得していくっていうのが、リスキリングって言ってですね、今、経済産業省も推進をしているという、そんな活動になります。で、高校生にじゃあ、簡単にこの番組、リンクトゥライフという番組を制作していくにあたって、このちょっとさっきの話だと難しかったので、じゃあ、何を身につけていこうかってことで、SNS とかネットの普及によって重要性が増した。その前も大切だったんですけども、コミュニケーションスキルを、身につけてほしい。今の僕も、僕の下ですね、の後輩とか、高校生とかって、電話苦手なんですよ。電話して、もしもし、僕なんかもう、どうも、喜んで、みたいな。今日のこの講座を石山さんに紹介していただいたときに、どうも、喜んで、みたいな感じだったんですけど、もう電話することちょっと苦手だったりとかするので、ちょっと取材とか、こういう人と話をすることを通してですね、人間関係の悩みとかも、あるとは思うんですけども、このコミュニケーションスキルを身につけていこうっていうのを、ちょっと目的にやってきました。で、実際に番組ではですね、クラック高校ということで、広島キャンパスなので、広倉ニュースっていうのが一つですね、SNS ネット教育相談っていう形で、教育相談ってもしかしたら聞いたことあるかなとは思うんですけども、実際にこういう時でどうすればいいのとか、僕が結構授業で出前授業行ってですね、子供たちが、小学生が前にいてですね、後ろで、参観で保護者の方がいらっしゃってですね、質問とか受けるんですけども、それをじゃあ高校生と一緒に考えていくっていう番組のコーナーとして2つ軸にしてやってきました。ということで、ここまでのですね、いろんな前提の話を含めてですね、ここからはですね、ちょっと対談をちょっとしていこうかなと思っておりますので、ちょっと紹介をいたします。2人ですね、中川健人君と石井達也君です。じゃあちょっと皆さん拍手でお迎えください。じゃあ、簡単に、自己紹介を一言ずつお願いします。3年の中川健人と言います。よろしくお願いします。同じく3年生の石井達也です。本日はよろしくお願いします。ちょっとね、実際に裏話をすると、90分間僕がね、だらだら喋ってもね、面白くないなって、最初から思ってたので。なので、
実際に高校生がもうね、SNS とか、まあ今日もこうでタブレットを使ってですね、活用して、もう授業とかでもやってるんです。なので、まあそういったところを含めてですね、まあ話を聞けたらなと思っておりますので、ちょっと3つぐらいテーマを設けてやっていくので、ちょっとまた、それ終わった後に最後、あの質問コーナーみたいな形にしようと思うので、もしなんか気になることとかあったら教えてください。じゃあまず1つ目ですね、もう2人実際にもう高校3年生なんです。もう卒業ということで、あの最後の、あの皆さんの発表の場ということなんですけども、約2年間活動してみて楽しかったこと、印象に残っていることということでちょっと話を聞いていけたらなと思うんですけども、じゃあ中川君、じゃあまずこれからいきましょうか。これ何でしたっけ。これはですね、先ほど岡野さんからも簡単に説明があったと思うんですけど、広島ドラゴンフライズの、会場の設営とあと撤去と試合運営のボランティアをクラーク生がしています。で、広島ドラゴンフライズとクラーク記念国際高等学校が業務提携を結んでいて、まあ、その提供からかあのよくボランティアに借り出されているんですけど、はい、あのドラゴンフライズの試合見てもらったら、あの制服着たあの高校生っぽい人がいるんで、あのもし見に行くことがあったら、あのいっぱいいると思うんで、あ、クラークの人だなって思っててください。はい、以上です。はい、ありがとうございます。最初に言えばよかったんですけども、あの、二人は顔映っても大丈夫？はい、大丈夫。あの、全然撮ってもらってもね、あの、これ聞いてですね、あの、90分終わって、ああ、終わったわ、今日いい話聞けたわ、って言って、次の日にもう忘れてしまったら、もったいないので、ぜひ、あの、写真撮ってですね、あ、こんな話してたわね、みたいな感じで、あの、思い出として作っていただければと思います。どうですか？二人とも、あの、設営とかやってきたと思うんですけど、石井くんにちょっと聞きましょうか。どうですか？実際にどんな活動してきたんでしたっけ？そうですね、この写真ですね。一応この写真でやっている活動ですね。私がこの写真の時に担当したのが、ドラゴンフライズのファンクラブっていうのがありまして、そのファンクラブの会員の方だけが入れるラウンジっていうのがあるんです。そのラウンジに入るため の, あの券っていうのがありまして、それの確認をするための一応、まあ、そのワンステップを取るところで自分が確認するっていう係を担当してる時の写真なんですけど、ずっと外で立ってあのチケットを見て、あ、パンクラブですねってなと思ってやっていくことをやっていた時の、はい、写真です。はい、ありがとうございます。まあ、実際にね、こう高校生もこうこの試合の、ね、設営に関わることによって普段ね、こう、カープとかもそうですけど、見に行くことの方が多いじゃないですか。だから、こんな裏の仕事があるんだとか、そういったものを含めて、それをまたラジオに戻ってきた時にですね、こういうことやったんだよとか、ああいうことやったんだよってことですね、あの話をしてもらってます。これ中川くんはこれ実際に何をやったんだっけ？これは、広島ドラゴンフライズの試合があった時に、まあ、なんか、あの、クラークマッチデーっていうふうに称されていて、その試合会場の中でクラーク専用のブースがあった時の、まあ、様子です。はい、簡単に言ったら。はい、ありがとうございます。どうですか、実際にこう人が来たりとか、どんな人が来たとか覚えてますか？まあ、あのクラーク高校のブースなんで、まあ、ちっちゃい子供だったりとかが、まあ、大半なんですけど、あとはあのアイスの友っていうそのクラーク高校が作ったあのアイスにかけるふりかけみたいなのがあるんですよ。その商品を欲しさに人が寄ってきたりもしました。はい、はい、ありがとうございます。あの今ちょうどですね、あの新しい方もいらっしゃったので簡単に説明すると、クラーク記念国際高等学校の方と一緒にラジオ番組をしていたので、まあ、ちょっとその対談をしているという形なんですけども、あ、皆さんの資料のところにもですね、あのクラーク記念国際高等学校のパンフレットも入っていると思いますので、ぜひあの見ていただければと思います。どんな活動をしているかとか、まあ、実際にこの活動、まあ、設営するだけではなくてですね、ちょうどこの4月からですね、あの、ちょっと番宣みたいになっちゃうんですけども、クラーク記念国際高等学校が新しい、あの、まあ、いわゆるコースができまして、バスケットボール専攻、男子のバスケットボール専攻ができまして、
まあ、ウィンターカップ行くためにですね、練習したりとか、まあ、練習もそうなんですけども、まあ、このドラゴンフライズと提携を結んだんです、今回。で、この提携を結んだ日の、この、あの、写真なんですけども、実際にこう提携することによって、まあ、バスケットボール選手になるって、一握りじゃないですか、スポーツ選手って、そうじゃないですか。だから、まあ、クラーク高校としても、あの、4月からになりますけども、実際に、その、まあ、選手としてもそうだし、その、まあ、支える人間として、まあ、コーチもそうだし、その、設営もそうだし、いろんなね、あの、分野から、こういったバスケットボールに関わっていく、そういった人、人材をね、こう、育てていくっていうので、クラーク高校やってますので、もし、あの、お孫さんとかですね、あの、お子さんとかでですね、ちょっとこう、進路悩んでるよとか、バスケットね、最近スラムダンクとか、こうね、だいぶ、こう、ね、すごい賑わってますけども、もし気になるっていうのがありましたら、ぜひね、あの、学校説明会とかありますので、見ていただければと思います。じゃあ、次行ってみましょうか。ちょっと画像はないんですけども、これ、あれですね、収録の場面ですね、サイコロトークしたんですけども、じゃあ、石井くん、これちょっと簡単に、ちょっと企画もしたので、ちょっと話をしてもらったらなと思います。このサイコロトークっていうのが、一応あの、いつもこの2人で活動してるんですけど、あの、後輩2人を招いて、少しでもこの番組であったり活動に興味を持ってもらおうと思って、開催した、まあ、後輩ともちょっとこういうイベント的な感じで、楽しく、あの、サイコロで話題を決めて話をするっていう会を行った時の写真です。実際に1年生が、あの、左2人がですね、1年生の子でですね、すごい緊張してたと思うんですけども、2人としてはちょっとどういうことを意識したりとか、なんかこう、サイコロトークをする上で、こう、大切にしてたっていうところとかあったら教えてください。どうでしょうね、クラーク高校が、あの、そもそも、あの、学年でクラスっていうのが分かれてなくて、1、2、3年生の合同で一つのクラスっていう状態なんで、もともとあの先輩だったり後輩と の, あの壁っていうのがあまりない状態なんで、あの、すごい同い年みたいな感覚で話せるんですけど、まあ、ちょっとここぐらいは先輩のちょっと先輩のところを見せようかなとか難しい質問を投げてみたりとかして、ちょっとここで後輩との交流を深めようかなみたいな、そういったことを意識してやってみました。ありがとうございます。ちょっといろいろとどんどん行きましょうか。じゃあこれ行きましょうか。ちょっとこれが一番多分今日の目玉になるかなと思うんですけども、ちょっとこれ中川くん、ちょっとこう簡単にこうどんな時のシーンだったかっていうのをちょっと紹介してもらっていいですか。はい、これはですね、去年の8月の後半ぐらいに、WCC っていう、まあ、情報教育の国協会みたいなのが、国際会議場であったんですけど、その時の、中島幸子さんっていう、まあ、あの、何やらすごい方だったんですけどにインタビューした時の写真です、これが。はい、はい、ありがとうございます。じゃあちょっとここでちょっと復習かなということで、石井君、この方はですね、いわゆる今のこの時代、デジタルシチューンシップとかですね、あとはあの、最近ですね、こういろんな分野、その5教科だけではなくてですね、まあ、エンジニアとかですね、まあ、そういったものあるんですけども、STEAM 教育っていうのがあってですね、じゃあちょっと、S から行ってみましょうか。S がサイエンス。ね、T は何でしたか？テクノロジー。おー、素晴らしい。ちょっとね、今テストしてます。E は？E は最近あれですね、皆さんのイメージでいくと、なんかパソコンの画面にいろんなコードを打っているイメージだと思うんですけど、A から始まるですね。N から。エンジニアリング。そうですね、エンジニアリング。エンジニアって最近聞きません？こうね、こうパソコンでいろんなホームページのサイトを作ったりとか、あの、今皆さんが使っているウェブ上のサービスを作ったりとか、そういったでですね、A は何でしょう？A が大事って言ってましたね。この、あの、株式会社 STEAM っていうところでですね、A だけが大文字で、あと小文字なんですけども、A、なんでしょう。ご存知の方いらっしゃいます？ STEAM 教育の中で、A、S、T、E、A、M のこの本、頭文字なんですけど、どうですか？あ、どうぞ。あと、素晴らしい。ちょっと拍手してください。素晴らしい。
そうなんですよ。アートってことで、まあ、芸術とかですね、まあ、そういったものを言ってます。で、最後、M ですね。そうですね、マスですね。っていう、まあ、5つがあるんですけども、それと、そういうのを組み合わせて、まあ、今までの英語とかも、まあ、数学、まあ、数学ももともとありましたけど、まあ、いろんな教科に加えて、こう、実践的にね、その、教科で学んだことを実践に生かすために、じゃどういったことができるかな、っていうのね、STEAM 教育っていうのを推進している方がいらっしゃるんですけども、で、実際に今日みたいな形でですね、まあ、その時は200人ぐらいいたよね。200人ぐらいいたよね。で、そのぐらいの人たちの前に基調講演した人に、その後インタビューしてるっていう、そんな様子で。だから、二人の表情からして、すごい肩当てで分かると思うんですけど、そんなね、取材をしてました。これ、3日目ですけども、これどこ行ったとこでしたっけ？宮島に行きました。これね、実際に海外の方は国際会議だったので、宮島にいてですね、宮島の、まあそういった、まあ、文化であったりとか、まあそういったものもですね、ちょっと、こう、撮影をしながらですね、こう、取材なんかをしていました。あとこれなんかもですね、ちょっと、いろいろ紹介していくんですけども、これも国際会議の、まあ2日目ですね。で、いわゆる食、まあ食事会ですよね、があったんですけども、その時に書道パフォーマンスを、クラーク国際高等学の先生がやられまして、まあ、その時に、まあ、実際にこう、こんな感じなんですよ。だから昔は、なんか取材って聞くと、なんかいっぱいカメラを持ってですね、なんか三脚とか、そんなイメージがあると思うんですけど、今もう、ね、石井君の持ってるものスマートフォンであったりとか、まあ、本当に気軽にできるようになったので、今僕としてはですね、まあ、コミュニティ FM っていうのが、こう、いろんなこの災害とか、まあ、ちょうど1995年ですね、阪神・淡路大震災の時からこうどんどん増えていったんですけども、今ちょっとなくなりつつだったりとか、こう、どうしても、なんか番組をこう自分たちで作れなくてっていうところで相談を受けることがあるんですけども、で、こういう形で、まあ、簡単に、まあ、顔出しはするのはちょっと苦手だけど、声だけだったら私取材受けてみようかしら、みたいな人方が多いので、まあ、こういう形で、ちょっと気軽に、参加できる。で、こう、自分のことを発信したりとか、人のことを紹介したりとか、っていうことを、こうね、活動の中でやっていたりします。じゃあ、続いていきましょうか。大変だったことというか、苦労したこと。まあ、2年間ですね、僕の教育の、こう、プログラムをですね、まあ、ある意味、無理やりですね、二人はですね、こう、いろんなね、無理難題を言ってきたわけですよ。じゃあ、さっきのね、写真で言ったらですね、じゃあ、基調講演した、この偉い人にですね、取材して行ってこいっつって言ったりですね、この後写真で出てくると思うんですけども、まあ、有名な方にね、いろんなインタビューをしてきたと思うんですけども、ちょっと紹介していきましょうか。これ WCC のこの2022、先ほど紹介した、あれですね。実際に、フェニックスホール、わかりますかね、平和公園の横にある、はい、ところでやったんですけども、実際に最初はですね、さすがに英語で、喋るのは、難しいってことで、僕が一番先頭を切ってですね、こんな感じでやるんだよっていうのを一応やったのはやったんですけども。で、取材をこう見ているという様子ですね。で、まあ、皆さんもご存知ですよね。県の人ですから。実際にですね、WCC に、平川教育長も、はい、いらっしゃってですね、はい、ちょっと大きな声では言えませんけど、いろいろ今ね、あるので、ちょっと言いにくいところもあるんですけど、はい、まあ、この時はですね、実際に教育活動の一環として、まあ、話をしに行きました。で、もう僕は、カメラを持ってですね、まあ、そこに今カメラありますけど、そんな感じ撮ってたんですけども、二人が、この、すごい、まあ、右の方誰だみたいなね、わかんない。まあ、簡単に言うと、平川教育長と同じぐらい偉い人と思っていただければと思います。その間に挟まれる高校生二人っていう、そういう感じですね。実際にインタビューしましたけども、石井くん。どんなところが大変ですか？そうですね、まあ、このインタビューの前に、まあ、基調講演で一応話を言ってるんですけど、その講演も、まあ、国際会議なんで、すべて英語で講演されてるんですよ。で、講演内容っていうのを、まず、その英語で言われたのを、まず自分の中で翻訳して、あ、こういうこと言ってる。あ、でもインタビューの内容今言ったことでいいのかなとかってあったり、講演の中で話したことを紐付けてインタビューする。方がいいのか、それともまだ講演の中で言っていない新しいインタビューをするのがいいのかであったり、そういったことをたくさん考えて、一応今回この講演の中ではギガスクール構想の話もされてたので、中川君が一応ギガス
キラスクール構想の話をして、で私が広島県 の小学校であって中学校の教育の今後どうなっていくんだったり、そういった進展の方をお伺いしたって形で、すごい質問を考えるのが難しくて、いろんな一日で何個かたくさん講演があって、でいろんな方にインタビューしてるんです、まあ、講演される内容も全部違うんで、ちょっとそこは質問を考えるのがすごい難しかったなという印象です。ありがとうございます。では中川くんに聞きましょう。これ実際にあれですよね、どういう質でしたっけ。英語で質問するのを、まずは日本語で考えて、そこから英語に翻訳しているところです。ありがとうございます。なんか実際にこれやってて一番大変だった、この取材ですよね、大変だったこと何ですか。いや、やっぱもう外国から来た人に英語で質問するのは、まあ、日本語しか普段使わないんで、すごい英語でその外国人の方と質問形式で会話をするっていうのは、もう経験がほぼゼロに等しかったので、すごい大変でした。ありがとうございます。実際に何個か用意はしていったんです。2日目以降は、英語でインタビューしに行くぞっていうのをですね、二人に言ってですね、何個か考えてきてねっていうことを言って、まあ、二日目の最初が、オードリー・ターンさんという、台湾のかな、ね、デジタル大臣もされた方がですね、まあ、ネットを介してですね、講座をされたんですけども、まあ、そこでまあ、質問をしたりとかですね、まあ、その後に、その話を聞いてどうだったっていうことを、まあ、ここは、ちょうど、この、2人がいる後ろ側がですね、まあ、ブースだったりとか、まあ、ちょっとお茶を飲みながらこう観覧をしようという、そういうコーナーだったんです。まずそこにですね、もう英語しか飛び交ってないわけですよ。その中にこう飛び込んでいくっていう、そんな様子です。これ実際ですね、こう作った、さっきこれ作ってる様子ですね。ああ、こういうことを聞いたらちょっと難しいのかなとか、やっぱり質問、同じ質問をしてもですね、もうすぐに帰ってくる人もいれば、うーんって考えちゃう人もいるので、もういろいろとですね、こう、どん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 アップデートしながらやっていたわけですけども、実際に中川くん、この方にちょっとインタビューしてみて、どうでした？なんか、特に大変だったな、みたいな。いや、もう全く英語はわからない。そうなんですよ。難しいですよね。なんかこう、もう、なるべくスローリーとか言ってですね、ゆっくりしてくださいって言うんだけど、ブルッすごい早いよね。もうね、本当に僕でも聞き取るのがギリギリぐらいで、あ、なんとなくこういうことかなっていうぐらいだったんですけども、本当にこう中川君はもう緊張もしてるし、ね、目の前でこういろいろ発表してくれるんだけど、ね、なんかキーワードしか聞き取れないぐらいなのでそんな感じでこうインタビューをしてるっていう、そんな苦労でしたね。じゃあ石井君もこれね、インタビューしましたけども、どうでした、実際に。いや、英語で、まあ、実際にインタビューできたのはいいんですけど、やっぱり返答が返ってくるときに歌詞の言葉でしか分からないから、あ、多分こんなこと言ってるんだろうな、だったらこの質問いけるかもしれないみたいな感じで、ちょっと恐る恐る質問をって感じで、やっぱ英語は英語でも国によって訛りであったりするってものが違ったんで、そこも生の英語っていうのを久しぶりに聞けたんで、すごいいい経験だったかなと。ありがとうございます。実際本当そうで、もうなんか、アジア寄りの、こう、ちょっとこう、喋り方だったりとか、あと本当に、こう、イギリスとかと、またアメリカとは全然違うくてですね、なんかもう、あれだけリスニングとか、まあ、僕もそうですし、高校生もね、普段授業で英語とかリスニング聞くけど、実際の生の英語になってくると全然わかんないみたいな。まあ、その苦労しながらも、こう、取材をしていったっていうのがあるので、ぜひ、ここで番宣ではないんですけども、YouTube の方で、翻訳、皆さんにも分かりやすくですね、ここにはないですけども、ちゃんと翻訳した、日本語訳と英語訳した、動画が残ってますので、もしよかったら見ていただけたら嬉しいなと思います。じゃあ、実際また石井くん連続になりますけども、この方、ね、すごかったんですよね。ちょっと、どんな方か紹介してください。東京大学の1年生の方なんですけど、SNS の炎上に関するものの研究をされている方で、1年生の時点でもうここまで発表できるぐらいまで仕上げて持ってくるっていう、とても
わあ、ちょっと違うなみたいな感じで差を見せつけないとみたいな感じだったんですけど、とても興味深い研究を高校生の時からされてて、それを大学1年生の時に発表したみたいな感じで、いやすごいなっていう、ただ単にすごいなって思ったような感じのインタビューでしたね。簡単に言うと、高校3年生の時から、研究をしていて、炎上ってよく聞くじゃないですか。こう、SNS が炎上した。その、SNS が炎上する仕組みだったりとか、どうなったら炎上するのか。そしたら、あとは、炎上する、地震と一緒で、炎上するこの前振りというか、そういったところを予知して、これは炎上するぞっていうのをこうキャッチして、これ炎上しますよっていうのを、将来的には告知できるようなディープラーニングを作ってるんだって言って、すげえって僕もすげえって思いながら、実際にインタビューしてみて、こういった方にもこう巡り合いがあったっていうのが、こういう WCC の主題だったかなと思います。で、最後ですね、これ石井君と中川君両方ともね、話頑張りましたけど、この方も基調講演でもうがっつり、情報教育のも、言ってしまえばですね、結構ね、言ってしまえば、もう情報教育といったら、世界的な第一人者はこの人みたいな、後から知るっていう。一応ね、話を聞いて、調べてですね、どこどこ大学のこの先生なんだっていうことは分かって、取材は行くんですけど、実際後から見てみると、超権威のある先生にインタビューしたんですけど、石井くん、この時の心情というか、どうでした？一応名前は知っていて、大学名どこどこですって聞いてて、で、後から僕が取材、ね、実はこの人こういう人だったんだよって、後から紹介しましたけど、この時、もしその話聞いてたら取材できてました？できてないです。そう。そういうところがあってですね、こううまくこう取引がね、やり取りをしながらですね、あんまり緊張しさすぎると、二人ともプレッシャー感じるかなと思いながらも、こうね、でも実際に話を後でね、文字起こしとかして翻訳してみたんですけど、本当に素晴らしいこと言っていて、ぜひね、これも YouTube 上がってるので見ていただけたら嬉しいなと思っております。で、実際に石井くんと中川くん、ワークショップも体験しましたけども、ワークショップどうですか、この方の。ブロックとかね。ブロックですね。すごい考え尽くされていて、ただのブロックなんですけど、普通に大人がやっても難しいっていうか、一回多分体験したら分かるんですけど、やっぱり考えられてるだけあって違うなみたいな感じで、勉強になったというか、こういう学びもあるんだなっていう感じでなりましたね。ありがとうございます。簡単にこの方がどんな方かって説明すると、エンジニアって言って、こう、いろんなコードを打つわけですよね。英語でカタカタカタって打って、もしこうなったらこうするみたいなのをですね、こう、どんどんこう、作っていくんですけども、じゃあ、実際に、幼稚園とか小学生にいきなりそういったことを教えるって難しいから、いわゆる、皆さんのイメージしやすいので言ったら、レゴブロックとかですかね。ブロックを組み合わせたら、どういうのができていくのかなっていうのを使って、エンジニアリングをこう育てていく教育っていうのを、この方やられていて、実際にワークショップを僕らが受けてきた。そんな感じですね。だから、エンジニアっていうと、なんかいきなりね、こう、英語とか、なんかこう、コードを覚えなきゃいけないのかっていう、僕らはちょっと日本人でかなり、そういった、思い込みがあったりするんですけども、海外では結構、そういったブロックを使って、こう、声と声を組み合わせたらこうなるんだっていうのを学びに変えて、じゃあこれを、ネットの世界に変えたらどうなるのかとか、っていうのをこう使っているのが、こういった、活動だったので、ぜひこれも見ていただけたら嬉しいなと思います。じゃあ最後ですね、今日の本題の方になりますけども、SNS ネット教育相談コーナーということで、先ほどちょっと紹介した通り、こういう時ってどうしたらいいのっていうのを元に、インタビューとか、あとは二人が考えていったりとか、僕がこう助言を言ったりとか、アドバイスしたりとかですね、いろいろしていったんですけども、ぜひですね、まずは、今日お配りの資料の中にもですね、SNS ネット教育相談コーナーっていうのが、紹介の部分が、英語に挑戦したから英語で言うんですけど、日本語もありますので、
それの、最後の方にですね、SNS ネット教育相談コーナーっていうのがあるので、まあ、それをまあ合わせて見ていただきながら、やっていただければなと思います。これちょっと1年半前ぐらいの、はい、映像ですね。だから、もう初回、初々しい石井くん。まあ、あともう一人の子なんですけども。で、まあ、こういった形でやっているのか。中川くんも、まあ、これ多分初回、2回目ぐらいかな、その時の。はい、写真ですけども、こんな感じで、実際にズームを通して、まあ、こう話題を振って、こういう時ってどうしたらいいとか、SNS を使い始める時に親とどういうルールを作ったとかね、でそのルールはどうだったのかっていうのを検証も含めて、ちょっと話をしていきました。実際にこの SNS で、ね、ネット教育相談の中で、特にこう印象的だったその回とか、なんかテーマだったりとかあれば、じゃあ中川君からいきましょうか。何かあれば教えてください。僕はですね、さっきZoom のところでやってたと思うんですけど、携帯を使わせる、親が子供に使わせる上で、まあ、どういうルールだったり制限を設けたりしたらいいかみたいなのが、まあ、一番自分たちも携帯持ってるんで、一番重要な問題かなと思ったんで、それが一番心に残ってます。ありがとうございます。なんか特にこう、まあ、発言とか、2人ちょうどいて、まあ、いろいろ話していたけど、だから特にこう伝えたいことだったりとか、こういうところを考えたなとかあったら、ちょっと中川君の中で、使い始めるときに注意した方がいいこと、何か一つ取り上げるとしたら、多分今日この中に、の中では、お孫さんが今からスマホデビューするかもしれないとか、お子さんが今からスマホデビューするかもしれない、そんな、まあ、方が多いかなと思うんですけども、まあ、高校生になって、こう、取り上げていくわけじゃないですか。で、こう、いろんなルール課せられるけど、正直やってらんねーみたいなね。これはちょっと嫌だなーみたいな、とかはあったりすると思うんですけど、でもこういうことはやった作ってた方がいいんじゃないとか、中川君の方が1個あれば教えてください。1個あるとしたら、まあ、何でしょう、携帯触ってもいいけど、まあ、寝る時間はちゃんと覚悟しなさいじゃないですか。だそうです。ありがとうございます。拍手。そうなんですよ。今ね、まあ、この話の時にもちょっと出てきたんですけど、ちょっとね、もう今、無茶振りしたのか分かんないので、ごめんなさいね。実際に、SNS とか使う、ゲームも使うし、もう、切っては切り離せないので、もうずっとやってしまって、こう、生活リズムが崩れてしまうっていうのが、今、すごい、まあ、SNS とかネットとか、スマホを使っていく中で、使用していく中で、一番こう、保護者の方とか、皆さんがちょっと悩まれるかなとは思うんですけども、本当、寝る時間を、こう、確保するっていうのが、まあ一番大切なのかな。で、まあ僕もメディアカウンセラーという、まあ立場でもいるので、まあ、今の時代ですね、昔みたいにですね、こう、電源引っこ抜いてですね、やめさせたら、やめるのかっていうとやめないので、じゃあどうするのかっていうところなんですけども、失敗している、成功しているところについてはちょっと難しいんですけども、失敗している保護者の方とか親子を見ているとですね、一番多いのが、口約束とか、口で、やり取りを終わらせてしまう。やめなさい。で、やめない。終わりなさい。終わらない。早く寝なさい。寝ない。ずっとスマホいじっちゃう。で、その、なんか、何も、他の SNS とか、まあ、そのスマホの中にある、そういう機能を使わずにですね、こう、なんとかやめさせてやろうみたいな、そういったことをするとですね、こう、僕、いろんな相談を、この、約10年ぐらいですかね、こう、大学生の時からずっと相談とか受けたりとかしてたんですけども、見ててですね、感じるところです。で、まあ、もしですね、なんかあったら、僕にも、今日人材バンクに登録してですね、まあ、こういうことも相談、乗りますって書いてありますので、ぜひ連絡していただければと思うんですけども、今の時代ですね、例えば、スクリーンタイムっていう言葉だったりとかですね、あとはその、
いわゆる制限ですね、フィルタリングとかあったりですね、まあ、そういったものを使えばですね、例えば、任天堂さんが作っている任天堂スイッチっていう、今、すっごい子供たちに人気のゲームがあるんですけども、そのゲームについているのは、例えば、平日2時間までよって言って、じゃあ、口約束して2時間で実際に終わったところってあんまりなくって、なので、ゲームにもう2時間を告知してもらおうと。チリンチリンチリンって言って、画面の邪魔にならないところにですね、2時間経ったよって言って、で、やめないと切られるよみたいなのが出てきてですね。で、それを、まあ、一応、それを守れたら褒めるし、守れなかったら最悪、まあ、強制終了ができるような、もう親がコントロールできるそういった機能もあったりするんです。で、これ使ってますかとか、スマホも与えたところで、使ってますかっていうと、結構その、悩まれてる保護者の方ほど使ってないことがよく分かっててですね、今、これを研究にもしようかなと思ってるんですけども。なので、ぜひ今の時代ですね、こう、テクノロジーを使えばですね、割とその、親子が喧嘩せずにですね、こう、子供がちゃんとルールを守る、そういう能力を身につける。先ほどのデジタルシティズンシップじゃないですけど、そういった、まあ、だって、結局、18歳になったら、大人にね、成人になるわけで、で、そこからはもう、実際にね、子供たちは、自分で自立して、こう、ゲームの誘惑があっても、仕事に行かなきゃいけなかったり、勉強しなきゃいけなかったり、そんな時代があるので、まあ、自分で、こう、コントロールできる能力を身につけるっていうのを、補助材料として、まあ、そういったものがあるんだよっていうことがあるので、ちょっと今日は紹介程度に収めますけども、もし、お孫さんがなかなかゲームやめなくてなんかトラブルってるらしいとかですね、ちょっと、子供がなかなかやめてくんなくてっていうところでですね、でもなんか、機能をこう操作する、設定するのがよくわかんないって方は、ぜひ人材バンクの方に連絡いただいて、僕の方に来ていればいいかなと思いますので、まあ、そのために僕も登録したってところがあるので、はい、ぜひぜひ、言っていただければと思います。じゃあ実際に、こうやって高校生と、話をしてですね、まあ、これ、クラ高校の、まあ、キャンパスの中の、ものなんですけども、実際にこういった喋りをしたりとかですね、やってきました。で、これは、ドラゴンフライズのね、何くんでしたっけアビーくんですね。アビーくんっていうね、キャラクターがいるんですけども、まあ、ドラゴンフライズと一緒に提携をするってことで、まあ、実際に、まあ、こうやって、まあ、話題にしながらやっていくと。いうところですね。まあ、実際にあとはこう、高校生になるためにこう学校説明会があるんですけども、まあ、学校説明会のレポートであったりとか、いろいろやってますので、まあ、ぜひ聞いていただけたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。で最後にですね、SNS の教育相談をいろいろやってきてですね、なんかこう、まあ、中川くんにちょっと発表をもうしてもらったので、先ほどね、石井くんの中でちょっとこう、印象に残っているというか、まあ、最近のことでもいいとは思うんですけども、なんか、この SNS ネット教育相談をいろいろ、ね、皆さんのお手元の資料の中にもいろいろ取り上げている、ね、フェイクニュースはどうだとかですね、いろいろ書いてあるんですけども、石井君の中でちょっと印象に残った、その回というか、その話題のテーマがあったら教えてください。私がこの SNS ネット教育相談の一番印象に残っているクラスで、このラジオ番組を2人で頑張ってやってみようかなと思ったきっかけでもある、一番最初の回でやった SNS 教育ネット教育相談の会議とフェイクニュースについて取り上げたんですよね。私が一番最初に出演したところだと思うんですけど、当時自分がたまたまなんですけど、そのフェイクニュースであったり、そういったネットのデマ記事であったり、そういったものが拡散されたりだったり、それを信じてしまう人がたくさん増えているっていう、この現状に対してどうやったら対処できるのかなっていうのをちょっと考えていた時期であって、でたまたまこういったラジオの話をいただいて、フェイクニュースの話を今回進めてみたいな話をいただいて、で実際にこの大人の人とこういった対談をするっていう形で考えさせてもらう場面をいただけたっていうことで、このフェイクニュースのに対する対応者であって、メディアの受け取り方ですよね。情報を発信する側はいかでもいじって発信することができるんで、受け取る側がどうやってそれを取捨選択して、いろんなところと見比べて、それを
くのかっていうそこの重要性であって、そういったものを考えていくっていう、こういった活動をしたおかげで自分はもっともっとこういった話であったり、こういったことを高校生と大人の間でできたら面白いかなと思って、ラジオの活動を続けたいなと思って、で実際私が大学に進学を出すんですけど、大学の中で研究したいテーマっていうのを一応決めてまして、それがフェイクニュースだったり、そういったテーマだったり、そういったことにどうやって対応したらいいのかっていうのを研究したいなって思って、このラジオがきっかけで自分の目標であったり、そういった学びたいものっていうのを決めることができたっていう、一番最初の回でこういったことができたというか、巡り合えた、岡野さんに巡り合えたっていう、この一番最初の回っていうのが多分、僕の中で印象に残っている回です。はい。はい、ありがとうございます。拍手お願いします。投げますね。僕は今日のこの話、してもらうっていう中で、まあ、最後こうやってもらうねって、言ってはいたんですけど、どんな話をするのかっていうのは聞いてなくてですね、ちょっと目に涙が出てそうなんですね。ちょっと、まあ、本当に、まあ、教育の指導、妙に尽きるなという感じなんですけども、まあ、実際にですね、まあ、こんな形で、まあ、SNS って怖いよねとか、SNS ってなんか、どうなんだろうって、授業としてやることも、まあ、もちろんできるんですけど、まあ、それだけだとなかなかこう実践の場だったりとか学びの場につながりにくいなと思っていて、そこは本当にずっと僕の中で課題というか、まあ、いろんな授業をしててもですね、まあ、年に1回交通安全教室と一緒でですね、なんか事故危ないぞって言って、そうか危ないのか、で実際にじゃあ事故が減ったかって言ってなかなか減ってないし、 SNS もこうやってずっといろんなところで小学校とか中学校とかやってきたんですけども、なんか危ないぞとか言っても結局子供たちって興味のあるものになかなかこう、ね、なかなかね、難しいというか、実際にこう、学ぶけど、この自分の生活に落とし込めないっていう、なんかすごいギャップがあるなっていうのを思っていて、ちょっとこう今回、クラーク国際高等学校さんと、まあ一緒に、生徒さんと一緒に、こう、まあ、本当に身近で、こう、いろいろと考えていけるような、そういった場を作っていこうっていう2年間走ってきたんですけど、で、最後こういった形で皆さんの前でこの発表できて、まさかこんな話をこう、嬉しい話をしていただけるとは思ってなかったので、すごく僕の中でも嬉しいんですけども、ぜひこの場をですね、どんどん人材バンクの発表会ということで、まあ、広げてもいきたいですし、皆さんの中で、こう、SNS とか、あとネットとか、あと、まあ、こう、取材っていうとなかなか難しいかもしれないんですけども、特に電子メディアっていうのはもう、皆さんもスマホ持ってないってことがあんまりないと思うんですよ。もう、なんか、まあ、携帯電話持ってるとか、家でも電話使ってるとか、テレビ見てるとか、絶対その電子メディアを必ず使うと思いますので、なんかちょっと今日の話を聞いてですね、ちょっと疑問に思ったことだったりとか、まあ、さらにですね、高校生に聞いてみたいことだったり、僕に聞いてみたいことだったりありましたら、ぜひ、今日はですね、そういった、なんか、発表なんですけども、皆さんに相談というか、いろいろと対話できる場にしていきたいなと思っているので、感想でも構いませんので、ちょっと、お二人に声をかけていただけたらなと思いますが、ちょっと皆さんいかがでしょうか。どうでしょう。っていうとなかなか難しいんですけど、何か、二人に話したいとか、こう、今日の発表を聞いてどうだったとかですね、聞きたいこととかありましたら、ちょっと教えていただけたらと思います。難しいですよね。と思いまして、事前にちょっと話をしてたので、ちょっと今日、石井くんの、いいんですかね、来ていただいているので、ちょっとこのマイクを使ってですね、ちょっと今日の感想でもいいですし、はい、そういう質問もありましたので、見ていただければと思います。石井君とは中学の頃からの同級生で、高校に別れて、もうこういった活動をしているっていうことは、話を聞いていたんですが、予想以上に深く素晴らしい研究をしていたんだなっていうのを思って、ぜひ自分も、同級生ですので見習っていきたいなというふうに思っています。ありがとうございます、どうでしょう、他の方もしなんか
僕の話は結構ペラペラ喋ってたので、ぜひ高校生にですね、ちょうど高3で、もう来週以降の卒業なんです。で、大学に2人とも進学するってことで、エールも含めてですね、今日の感想というか、お話を一言いただけたら嬉しいなと思うんですけども、ちょっと石原さんに振っていただきながら。もうエールでもいいですよ、2人に高校を卒業するということで、なんか人生の先輩として何か一言いただければ。もうこの高齢になりましてね、82歳なんですけど、今さっきおっしゃったリスキングとコミュニケーションスキルとか、そういうことがそうなんですね、私、日本にいるんだなとか思うような感じで聞いてるんですけども、まあ、やっぱり学び続けるということの言葉を聞きましたときに、やっぱりそうだなと思います。本当にこれからも世界のために頑張ってください。ありがとうございます。私は本当に機械に弱くてあれなんですけれど、タブレットは持ってるんですけれど、自分の2階と下だけしか買うときに外には持って出れないタブレットなんです。で、まあ、今ちょっと身内のものが病気になって入院したりしてるものですから、ちょっとその自分のタブレットで、まあ、実際ちょっと私 YouTuber なんですけれど、すごい YouTuber なんですけど、それをちょっと見せてやりたいなと思うんですけれど、その機能をどのようにつけたら外に持ち出せるようになるものですか、タブレットの。まあ、一番最初に買った時に、まあ、とにかく自分のその YouTube を見るために思って2回と上しか下しかこう起動しない、一番安いのかと思うんですから、外に持ち出せるためにって言ったら、何か補助の機械をつければいいもんです、新しく買い替えないとダメなんですか。ありがとうございます。これ多分、もう高校生にでも何のことっちゃってないそうなので、私の方がちょっと答えさせていただきます。いえ、ぜひこういう話も OK ですので。いえ、多分今の話を聞くとですね、iPad かタブレットだと思うんですけども、Wi-Fi モデルって言って、おそらく家の中にネットが、多分ネットが引いてあって、それにしかつなげない多分機能を持ってるので、まあ二つあってですね、一つは、携帯電話と一緒で、いわゆる、どこでも、通信ができるタイプの、タブレットを買っていただくっていうのが一つと、そうですね。でもちょっとそれは難しいなって思うのは、いわゆる、ネットがこう、家に引いてあるんですけど、それをですね、こういったちっちゃいですね、Wi-Fi っていうのがあってですね、ポケット Wi-Fi っていうんですけど、これで持ち運んでいただくと、実際に持ち運んだところでですね、通信が拾ってできるので、まあ、そういったものが、携帯ショップとかで、ポケット Wi-Fi ってありますかとかっていうのを聞くと、バッチリです。ただ、ね、機械だけ買うとですね、通信ができないので、できれば多分携帯会社さんとか、au とかドコモとか、あとソフトバンクとか、まあどこでも全然僕はいいと思うんですけども、なんか相談しやすいところにぜひいただければと思います。よろしくお願いします。でもね、すごく本当に若い方が頑張っていらっしゃるので、ぜひこれからも本当に世界のために頑張ってください。応援してます。ありがとうございます。なんか皆さんなんか一言ずつ全然はい、今日はありがとうございました。このテーマを見させていただいて参加させてもらったんですけれども、いい意味で私の思うテーマから考えていたイメージとは全く違った今日のお話だったので、逆にちょっとびっくりしちゃって、私なんかいろいろこのテーマで聞きたいこととか学びたいこともあったんですけど、それ以上になんかこう
衝撃を受けることがたくさんあったので、本当に驚きました。ね、どん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 こう人類が進化していって、スマホができたりとかする文明の進化って、もうこういうものを手に入れちゃったら、後戻りはもうできないわけじゃないですか。そしたら、そのこれにだんだん逆にこう依存していって、使われるっていうよりも、やはり作った人間がやっぱりちゃんとしっかりしていかないといけないので、彼が言われていた、そのこれからのテーマ、フェイクニュースとか、すごいことだと思うんですね。世界情勢もそうだし、それから国内では選挙とか、それからいわゆる出会いのマッチングとか、すべてやっぱり、その、ね、こう、フェイク、認知戦とか、情報戦とか、そういうもので、こう私たちがこう見ていって、こう左右されていってしまうので、そこをやっぱりこう正しい見る目っていうか、やっぱり一番まだ AI じゃなくて人間が一番なんだよっていう、その辺をこう勉強なさってこれから発信していただけたら、すっごく心強いなと思ったので、本当に今日は逆の意味で来てびっくりという感じだったので、ありがとうございました。これからも頑張ってください。ありがとうございます。ぜひ他の方でもなんか声がありましたら。素晴らしい活動をされてやっていることで、すごく私も先ほどの方のようにすごく驚きました。それでちょっとお聞きしたいことがあるんですけれども、この活動をして自分で成長したなとか、こんな力がついたなとか、そういったことがありましたら、教えてください。その前に岡野先生にお伺いします。岡野先生がご自分の活動もそうですし、こうやって若い方のこうご指導というか教育というかされていると思うんですけれども、その例えば今回の活動とかで教育をされていて、若い方に挑戦しられていて、その時にその心がけていることとかありましたら教えてください。ありがとうございます。じゃあ僕はマイクなくても多分これ通りますよね。大丈夫です。聞こえますよね。なので、若い人とやっていくことで大切にされていることってことなんですけども、ちなみに私何歳に見えますって。一番難しいと思うんですけど。いく ?27 歳。おー、いいところ !28 なんです。そうなんです。28なんですよ。ちょうどいいところで。そうなんです。なので、そんなにめちゃめちゃこう、高校生と離れてるっていうわけではないので、割とこう、なんか、話をするときにも、そんなに、難しく考えずに、話してるっていう、まあ、心がけてるのは、そうですね。ちょっと僕もどんな話をしようかなと思うんですけども、まあ、コミュニケーションが大切ってことをちょっとまあ何回か話させていただいたんですけども、まあ、その中で言うと、まあ、オープンの心っていうのが、まあ、あってですね、まあ、本当にいろいろとあるんですけども、ちょっと難しいな。そうですね。まあ、一つはですね、なるべく、まあ、今日はちょっと講演スタイルなので、僕が喋り気味になっているんですが、なるべく、聞くっていうことを大切にしています。っていうのと、あとは、特に高校生の方がトレンドを、まあ、トレンドって言ったら流行ですね。新しいことにもう敏感なので、まあ、そういったことを、まあ、高校生、若い人の文化なんだなって、もう収めるんじゃなくて、それってどういうことなのかなとか、僕はその、逆に言うと、その、ちょっと皆さんと、高校生の間の世代にいるかなと思っているので、まあ、なるべくその話をしていくときに、こう、高校生がやっていることってすごい大切なことだなと思うので、なるべくそれを、保護者の皆さんだったりとか、皆さんの年齢の方に向けてですね、なるべくわかりやすいように、こう、発信していくだったりとか、こう、つないでいく、それこそ番組に、込めた思いではありますけども、繋いでいくために必要なコミュニケーションの仕方っていうのを大事にしているかなと思います。ちょっと答えになってるか分かんないですけども。はい、ありがとうございます。じゃあ、高校生ですね。まあ、この活動してきてどんな力があったかっていう、だったんですけど、まあ、考えて、それを自分の中で処理して、相手に伝わりやすいように発信していくっていう力はもちろんついたと思うんですけど、一番感じたなって思うのが、まあ、
情報だったり物事を、いろんな視点から見ることができるようになったかなと思います。そのさっき石井君が言ってたフェイクニュースだったりデマだったりもそうですけど、ネット上に出ている情報にいかに鵜呑みにされず正しい情報を得ることができるかっていう点においてはすごい自分の中で、このラジオ活動をする前は結構自分の中ではネットに出てるやつはもう全てだと思ってもうそれが正しいと思ってたんで、そこを、一回疑うことができる力がついたっていうのはすごい成長だと思います。ありがとうございます。時間の関係で皆さんにマイクを持ってないんですが、今日最初に一度来てくださった緑の服の方でいいですか？最後締めそうですね。じゃあちょっと先に石井くんのちょっと学んだことをちょっと一言だけ、発表してもらいましょうか。じゃあちょっと石井くんお願いします。この活動を通して自分に関してはこの高校の3年間通してなんですけど、彼は自分の中学時代を知っているのでよく分かると思うんですけど、こういった場で積極的に発言とかしたりとか表立って何か行動を自ら起こしたりとかするようなタイミングは全然なかったんですよ。で小学校の時から小学校の時はですね、結構表になって発言したりとかそういったことをやってたタイプだったんですけど、自分は中学受験でちょっと失敗してもうちょっとあまり自分の中では良くないなと思うところに行って、でそのままの状態でモヤモヤな気持ちを抱えてでちょっと閉じ込まってしまってみたいな感じであまり充実した中学生活を送れてなかったんですよ。でその時にこのクラブ高校に出会って、でその活動の中で岡本さんであったり他にもたくさんの活動であったりそういったものに接していくうちに自分のやりたかったことは本当は何だったんだろうかと考えたり、やっぱりこういった学生のうちにしかできないようなことがたくさんあると思うんですよ。別に学生だからって挑戦して失敗して責められることってほぼないと思うんですよ。別に挑戦したければたくさん挑戦したらいいじゃないですか。そういったことを失敗を恐れて何もできてなかった自分っていうのは中学時代にいて、そういった面ではこの高校、このクラン高校に入っているこの岡本さんで様々な活動されている方に出会って、いや挑戦するだけしてみればいいじゃんみたいな感じの考え方に変わって、学生のうちだったら何でもしていいじゃんみたいな感じになって、でそこからすごいたくさんのことに挑戦してこういった大小の活動も長く続いてみたいな感じで、とても人間としてです、人間としてというかそういった考え方もそうですけど、たくさんのことに挑戦するっていう考え方っていうのをまた改めて自分に対して与えてくれたというか、そういった面に成長できたなっていう、自分自らこういった活動であったりそういったことをしていくっていう力が身についたのかなと思います。ありがとうございます。すいません、お待たせいたしました。ズドお願いします。今日ありがとうございます。ちょっと高校生にお聞きしたいんですけど、取材とかされてるということだったので、私もその1年ちょっとぐらいの自分のホームページとかでブログやったりとかするんですけど、どうしてもネタがないときとかってあるんですけど、どうしてもその質問をしたりするときとかになかなか質問出せない出てこないときとかって、それをこう絞り出すと思うんですけど、なんかどういったふうにやられたのかちょっと聞きたいんですけど。何ですか、 WCC の時とか、なんか特にこういうことを考えたとかあった。じゃあ、石井君からいきましょうか。質問っていう内容を深く考えてしまうと、これあくまで自分の意見なので、参考程度にしてみてもらったりと思うんですけど、考えすぎるは考えすぎるほど質問って思いつかないんですよね。なかなかもういい質問をしようと思って考えてで単純な質問が抜けてなんか難しい質問をしてしまって、あれ結局自分何を質問したのかなみたいな状態になってしまうっていうのがよくあるんで、まずあまり考えずに身近なことであったり、じゃあ例えばです、今日の天気であったり今日何で来ましたかだったりとか、そういった簡単な質問から入って、その話していくうちに話題をちょっとだけ見つけていったり、
あこの人こんな感じの人なんだみたいな、そういったことが発見できたらそれに対して突っ込んで質問してみたいという感じで、考えすぎるのは良くないかなっていう素晴らしい。そうですね。いや僕が考えてたことを真っ先に自分に全部言われちゃった。いや本当にそうだと思うんですよ。身近な質問からまず来ていって、好きな食べ物何ですかとか、そんなからどん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 会話を広げていって、もうその表面上の質問をしていった先に結構相手の心、相手の気持ちとかに潜っていくような質問が出てくるようになると思うんで、まあ本当に石井君が言うその通りだと思います。じゃあ補足をするとですね、最後になります。ごめんなさいね。この話の最後になりますけども、僕も身近な質問からするっていうのを大切にしてて、彼らに、じゃあ今日のテーマいきなりやるよって、フェイクニュースやるよって言っても出ないんですよ。だから、意外と、皆さんも多分そうだと思うんですけど、自分では大したことじゃない出来事ってあるじゃないですか。なんか、今日どこどこに行ったんだ、食べたんだ、美味しかったんだ、でも別に人に話すことじゃないしな、みたいな。なんだけど、例えば、それで言うとですね、まあ、高校生二人も、別に大したことやってないですよ。国連の会議の授業をやったんです。国連の会議って何みたいな。どういうことみたいな。まあ、簡単に言ったら、まあ、各国、国の、想定をして、例えば、話し合いをしたと。こういうテーマ、例えば、貧困について、どう解決したらいいのかっていうのを各国の事情をインプットして、それぞれの国の視点からこう発表していくっていう。だから自分たちどうでも大したことないっすよって言うんですよ。なんだけど、こっちが大したことじゃないですか。そんないろんな国のことを考えて調べて発表して。なので僕もなんかできるだけなんか今日何食べたとか、なんか最近授業で面白いことあったとか、今日の話じゃないですけど、だからそういうことを大切にしながらやってます。はい。ぜひ、何かあったらまた来てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。すいません、長くなりました。すいません。ということで、ごめんなさい。2分オーバーしちゃいました。ごめんなさい。失礼いたしました。ということで、今回ですね、ラジオ番組制作から見る取材や電子メディアの使い方を、の発表を終わらせていただいたと思います。今日はありがとうございました。じゃあ最後アンケートとかの話をじゃあされます。あ、いいですか。最後ですね、アンケートが一番後ろについておりますので、もしよろしければお答えいただいて感想いただければと思います。よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。あ、そうですね。あとは、これ、YouTube やってますので、ぜひ、高校生が実際にどういう番組作ったとか、最後、オフトークも入れてるので、今日終わりました。お疲れ様でした。はぁ、みたいなところも全部入ってから、ぜひ、そういったところを見ていただいたら、高校生がどんな取材をしたとかですね、こういうことを考えたとかっていうところも含めて見れるかなと思いますので。ぜひQR コードとか、あとはチャンネルでおかちんメディア、あ、そうですよ、おかちんメディアというのがあるので、はい、ぜひぜひ登録もしていただけると僕の励みになりますので、ありがとうございます、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ということでお疲れ様でした。はい、ということで2月25日の、はい、講座ですね、こちらですね、ラジオ番組制作から見る取材や電子メディアの使い方の発表会だそうですけど、ちょうど終わって、でも本当に終わりたてなんですけども、まずは中川君どうでしたか。疲れました。石井君どうでしたか。いや、疲れました。ということで2人はもう実質これで最後ですけども、はい、ちょっと最後、まあ、今まで約2年弱ですね、2人にかかっていただきました。ちょっと最後ですね、まあ、この活動いろんなもう全部含めてちょっと最後一言ずつ教えてください。じゃあどちらいきますか。じゃんけん練習する。最初はグー、じゃんけんぽい。どちらいきますか。勝った方が権限で。じ
ゃあ行きます、はい、感想お願いします、まあ、ももさんと一緒にやった時から始まり、まあ、その時は初めの時はすごい緊張して、まあ、自分の言いたいことだったりとかが、まあ、言えなかったんですけど、まあ、どんどんこうやって会を重ねるごとに、まあ、すごく自分の意見を伝わりやすく言えることができたかなと思います。まあ、普段の高校生じゃできないような活動をできたんで、まあ、クラーク高校にも感謝だし、もちろん岡野さんにも大感謝です。はい、ありがとうございました。じゃあ石井君最後にましょう。まずは岡野さんに感謝ということで、本当にありがとうございました。皆さんありがとうございます。もちろんクラーク高校であったりその他の方にも感謝してるんですけど、やっぱりこの活動を続けられたっていうのは本当に岡野さんの尽力のおかげであって、こういった活動を通していくうちに自分も成長できて、さらにもっと向上心であったりこういったことをしたいっていうことが見つかったで、とてもいい機会だったんで、まあ、本当に感謝しかないというか、本当に何もなかった自分に対してのなんかそういった何でしょうねなんかいやちょっと感深いんですけど、本当に感謝しかないです。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで来年度からはまた新入生というか新しい子たちがまた来ますので、もう石井君とか長尾君も近いしね、今石井君も研究テーマがねこういう研究テーマが合う機会が多いと思いますけど、また今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。